虚空を貫く石の巨塔。その巨大な建造物は、ケージと呼ばれていた。一人の少女が、ひたひたと歩いている。彼女には、ケージで成し遂げたい、ある目的があった。
自分でも分かっているでしょ。今のあなたは多くのものを失っている。だからそれを取り戻しに行くのよ。ずっと喋れないままじゃ困るでしょ。これは始まりの階段。あなたが囚われている。ケージはとても巨大な建物よ。あなたが目覚めた場所も、今いるこの砂の領域も、全体のほんの一部に過ぎないわ。ここはケージっていう場所なの？さあお待ちかね、夢のお時間でございます。うんざりするね。私たちは管理されて暮らしている。この体も感情すらも自由ではない。残されたわずかな選択肢だって自分の意思で選べるとは限らないわ。俺の見ていた現実は偽りばかり。俺はただ普通の幸せが欲しかったんだ。本当の意味での自由なんて初めからないのかもしれない。今は神など相手にしている暇は。あの頃の僕とは違うんだ。これが私の気持ち、私のしたいこと。奴らを滅ぼすまで目に焼き尽くしは。これでまた花を潰せる。何への怒り。敵は皆殺しだ。行きましょう、最後のかけらを取り戻しに。